皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今日からはバイオハザード5ストーリーダウンロードコンテンツの一つ、ロストインナイトメア、こちらをね遊んでいきましょう。舞台になっているのは本編から約3年前のスペンサー邸。クリスの相棒のジルが死亡扱いとなった原因の事件が収録されています。今回もですね、本編に引き続いて 1440p の高画質で動画をお届けいたします。新たな強敵が登場するこの DLC で本編同様に癒されていきましょう。ではね、早速遊んでいきましょう。ロストインナイトメア。さあ、まずはプレイスタイル。シングルプレイ。もしくはコーププレイ。で、さらにコープレイ。オンラインかオフラインか。ここは一旦シングルプレイ。これで、あと難易度選択。アマチュア、ノーマル、ベテランの3種類。自分はこれ本編ベテランでいきましたね。なので、今回もベテランでいきましょう。行くぞー。BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location.Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move.さあここからゲームスタート。ロストインナイトメア。で、これ本編の3年前。これ普通にこの正面玄関から来るっていう。でね、ちょっとした裏技がありまして、ここね3回調べていくんだ。待ってね。さあ1回目。任務遂行中だ。戻るわけにはいかない。で、これ2回目。で、3回目。ハテナ。そう。で、こうすると初代のラジコンモード、これになります。これめっちゃ操作しにくい。これは無理だよ。ベテランこれきついよ。待ってね、キャンセル。よしと。さあ、これで戻して。うん、だいぶ楽になった。よかった。で、マップ持ってると。スペンサーで、もう丸わかり。行こうか。まず行けるところ。こっち行けません。これ、バイオ1の洋館に似てますね。あれって一緒だったっけ？さあ、これ、待ってね。なんか取った。エンブレム。多分あれかな、回収アイテム。と、弾薬。ここに何いるん？ここに。と、再び、この本編のディパイ族のゲート。ここから先進めそうだか。ただ、クランクか。またこういう仕掛けある。と、なんかのレバー。上か。で、使用人っぽい人が死んでる。あれが敵か。さあ、さらにエンブレム。これ取って。進んでいこう。スコアアイテム、これか。あ、スコアね。なるほど。で、アイテム、ハンドガンのみ。こういう状態。と、救急スプレー。ジルちゃんも同じく。ですね。と、こっち。何かをはめ込みそうだ。まあ、盾ですよね。多分ね。まあ、盾。しかし、ジルも3年間行方不明だったら、まあ死んだと思うよね。普通は。と、血液、血の跡。ものすごい量。行こうか。待って、なんかぬるっと来たよ。い
6 to nest. Do you read? You push off. Eagle 6, go ahead. We found some men down. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. Lord only knows what killed them. Roger that. We knew this mission wouldn't be a cakewalk. Use extreme caution. Spencer の SP。全員死んでる。金持ってんな。こっちも。んで、こっち行けますと。これ地図がね、すごい。複雑。一応見とくか。これ生き返るの？全員死んでる。こっち。これも行きません。電子ロックが壊されている。あ、そう。あと、こっちも行ける。さあ、どっち行きましょう。アイテムなし。そうね。どっち行こう。こっちこれ狭くない？通路的に。こっち行くか。さら割れません。買って。さあ、どんどん行こう。癒されよう。と、ここで。スコアアイテム。さあ、寝室か。スコアアイテムちょっと取り逃しても許して。多少は許して。で、日記か。誰かの日誌の写しのようだ。ところどころページが抜けている。日誌の写しか。1998年5月9日。夜、警備員のスコットとエリアス。研究員のスティーブとポーカーをやった。スティーブのやつ、やたらとついてやがったが、きっとイカ様に違いねえ。俺たちを馬鹿にしやがって。で、次。今日、研究員の親方から新しい化け物の世話を頼まれた。皮をひんむいたゴリラのようなやつだ。で、次。何でも研究所で事故があったらしい。研究の連中と来たら夜も寝ないで、実験ばかりやってるからこんなことになるんだ。で、次、5月12日。昨日からこの忌まわしい宇宙服をつけたままなんで、背中が蒸れちまって妙にかゆい。次、5月16日。昨日、この屋敷から逃げ出そうとした研究員が一人、射殺されたって話だ。夜、体中熱いかゆい。胸の腫れ物かきむしたら肉が腐り落ちやがった。一体俺、どうなって。で、次。5月19日。やっと熱引いた。もうとてもかゆい。今日腹減ったの犬の餌食う。で、最後、4。かゆい馬。さあ、これが伝説のかゆい馬日記。これの写しか。で、最後のページにメモのようなものが挟まっている。で、パスコード3。何これ？パスコード。パスコード3。つまり、最低でも1と2がある。置かないか。ここに、これ何？薬か。スペンサーの寝室かな？さあ次、次行くか。ちなみに皆さん、ロストイナイトメア。この意味ってわかりますかね？まあ、ロストっていうと、ルーズの過去形、過去分詞。なんで悪夢の中で何かを失ってしまったっていうふうに考えると思うんですけど、多分ね、これって迷ったっていう意味もあると思います。悪夢の中でさまようことになってしまった。出口がわからんぞっていう。多分その2つの意味を掛け合わせている。で、何を失ったかっていうと、まあ、それは本編でもあった通りジルですよね。相棒のジルを失ってしまった。おや？あ、協力ジャンプ。なるほど。ほいで？あ、で、多分下かな。よし、下行こう。さあ、ピャーと行って。ここじゃない？The Raccoon City? Unfortunately, yeah. That's where all this started. Hard to believe that was 8 years ago. I guess I am getting older. You're not the only one.あれから8年。もうメンバーも本当に高齢か。さあ、ここで武器。
何取った？ショットガン。よこしなさい。よいしょ。さあこれでこっち武器だけが整っていく。何が出る？さあこれさらに日記でしょうか。パトリックの手記その1。結構長いな。読んでいこう。一時期は持ち直したかに見えたオズベル様の体調だったが、このところ再び思わしくなく、実勢とこもられている時間が日に日に多くなっている。ここで食事を取られたのもいつの日ないだろう。もっとも私は心を込めて作った食事をお持ちしても、口をつけられるのはスープ程度なのだが。で、次。一体いつの日からこうなってしまったのだろうか。代々スペンサー家が生活の場とし、さらには欧州社交界の中心地の一つであった館をすでに人手に渡っており、今奥の別邸のうちの一つで忍者同然の身で暮らしておられる。数代にわたりスペンサー家の執事としてお仕えする我が一族だが、祖父の代、いや父の代であっても、このような状況は想像できなかったであろう。で、次。昔は良かった。あれはいつの日だっただろうか。確か50年ほど前、執事長だった父は健在で、私は見習い執事として館の端を火事の目に止まらぬよう駆け回っている頃だった。50年前。オズエル様は貴族仲間であるアシュフォード卿、語学友であったドクター・マーカスとこの別邸と秘書をやってこられており、仙台の命で父と私もお三方の世話のために同道していた。で、次。私はただ一人の年下とあってか、お三方によくからかわれ、そして可愛がられたものだ。初めてスコッチを口にしたのもあの夏の日だった。確かアシュフォード卿が勧めてくれたと記憶している。すべてが良き思い出だ。陶器の二度と戻らぬ。父は無論のこと、アシュフォード卿、ドクターマックスもすでにこの世にはおらず、悲しいかな、オズウェル様もそう長くはないだろう。オズウェル様の代でスペンサー家は終焉を迎える。そして我らが一族の務めも、今その日をこの地で静かに待つほかない。で、また最後のページにメモのようなものが挟まっている。さあ、これは何か。出た、パスコード。1。あげよう。パスコード1を拾いました。はい。で、次。次、そうね。ていうか、これ本編より弾多くない？本編最初10発あったよ。あ、なんか今ワンちゃんの声っぽいのしたな。ワンちゃんいるんか？と、ここで暖炉。調べる。何か燃やした跡がある。なんだろう。ほぼほぼ記憶にねえ。と、ここで、スコアアイテム。一応取って、見たら取っておきます。次、こっちか。そう、こういう角ね。これは怖い。すっこ、あ、何何の音今の。なんか吠えてなかった？これこっち行けんの？あ、行けるんだ。ああ。あ、トイレか。なんだ。男子用トイレ。さあ、ハーブ渡して。次。上行くか。こっちじゃ。しかし、絵が多いな。同じ絵が多い。だってさ、これとさ、これね、これとさ、これってさ、別でいるの？これ。この顔だけ。いるか、これ。いらんだろ。いらんと思う、私は。あと、これとさ、これね、これとさ、これね。これ、なんか違うの？これ。いらんだろ。と思う。はい。そんだけ。さあ次。何ここ何ここ。待ってね。先に、こっち来い。弾もらいます。まず日記か。パトリックの手記その2。日記をたしなめすぎなんだよな。で、これも読んでいこう。地下に閉じ込められたあの者たちの声が耳から離れない。オズエル様の指示でウイルスを投与して1週間。すでにあの者たちは人間ではない。で、次へ。これまで私は数多くの実験のお手伝いをしてきた。
科学の知識を持たぬ一執事の身ではどこまでお役に立っているか怪しいところだが、オゼル様が周りにいる全ての者に疑いの目を向けている今、私のみに心を開き実験の手伝いをさせていただけることをまずは誇りに思うべきだろう。で、次。だが今私の思考と精神の間に小さくゆっくりと長隔たりが生まれつつある。頭ではオズウェル様の実験の手伝いができることを喜ばしく思っているが、心は低く体中に響くように悲鳴を上げている。方法は2つある。おいともいただき心を守るか、心を殺すか。で、次。考えるだけ無駄だろう。忠義と礼節、代々スペンサー家に仕えた我が一族の家訓だ。この言葉を支えにオゼル様に最後まで仕えることが、これまでの自分の人生を裏切らないことにもなる。分かりきったことではないか。さあ時間だ。地下へ下り、あの者たちの様子を観察して報告する。忠義を果たすことにしよう。礼節を持って。これあの者たちってことは複数形か。一人ではない。で、パスコードがない。と、ピアノ。調べる。ピアノソナタ第14番。と書かれている。頼む。弾けるか。Okay. めっちゃうまいっていうね。これ弾けなかったらどうすんのこれ。二人とも。倍速倍速、ハイスピード。どう？こっちか。なんか音するなと思ったらこっちか。おっせー開くのこれ。これちょっと怖いな。だってボタンあるもん。これ何これ。めっちゃキラキラしてるし。ジンバのエンブレムとボタン。これ何取っていいの。ああえこんだけ大丈夫？いいっぽいな。さあ、エンブレム。これ取って。で、次。下か。あの者たち。これね、ほぼほぼ記憶にない。この DLC。行こうか。あんまり負ける気せんぞ。いいの？さあ、これで。そっちで、今回タイプライターもなし。いいね、便利便利。さあはめ込んで開けて。このうちも本当に厄介だね。あーあーあー、びっくりしたびっくりしたびっくりした。今のジルの頭か顔面か何かと思ったわ。あーあー、なんでこれコウモリ。これ何これ。なんでコウモリがさ、ガラス貫通できるの。バカか。まあいいわ。もうびっくり2連発。犬くんなよ、犬。一応ショットガン。で、こっち。鍵がかかってる。ジルなら開けられるかも。頼む。もうジルゲーじゃん、これ。お尻を見てよ。Okay. It's open. さあ、ここで。開けて。PC ルーム。ここ怪しいんだよな、これ。なんじゃ、こら。他には何もない。アイテムなし。見ようか、調べる。で、3つのパスコード。3つか。2つしか持ってらんわ。次。一旦放置で、次行こう。お次じゃん。こっちじゃん。チラッ。あ、これかな、その地下室。あー、ワンチャンの声した。これ、いけてしまう。ただ、こっちは2人。さらに、ショットガンある。さらに、なんじゃこらー。誰がこのとこ撃てんの。フラグ2つと、勝利2つ。いいのこれ。救急スプレー。これをこう、こっちにしてこうかな。よし。フラグ2つに、勝利2つ。そんな使う？どうすんだ？これ何？なんでもない。
至れり尽くせりすぎて怖い。ちらっ。ここにも何もない。待ってね。マグナム。早いな、おい、これ展開が。マグナムか。すごいな。と、これ。小屋となる紙。これ拾って。燃やしたんか。あ。待って、落としたよ、落としたよ。ちょっとこうカメラでズルをして先を見て。内側から鍵。行けませんか。これ帰り超行きたくねえ。待ってね。焼夷弾。これにして。これあんま強くないんだよ。あ、あとそこにあれがある。ここです。まあいいか。いや、やっとくか。はい。で、焼夷にして。何が来る？おお、このカメラワーク地味に怖い。バーッと行った方がいい説ね、これね。どっちだっけ？そっちか。バーッと行こう、これ。だって、エリアチェンジしたらこれ来ないっしょ？多分こっちに。何も来ないんかい。意外と何も来ない。さあ、ここで。あの、紙ね。何かを燃やした跡がある。ということは、こっちなのか。これなのか。炙る。よし。炙り出し。これ、レモン果汁とかでできます。オレンジとか。よし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 。さあ、これでパスコードに。あ、間違った間違った間違った。あげちゃった。これ、また返してね。いやー、また行くんか、あそこに。これが嫌ですよね。行き2回ビビって帰りなんもなくて。今度は？ワンチャン来そうだな。意外と来ない？意外と来ないんだな、これが。嫌ですね。嫌らしいわ。さあ、ここでパスコード。よし。待って。パトリックの手記。今、パスコードかと思った。これも読んでいこう。長年、オゼル様にお仕えしてきた私だが、今度ばかりはその真意を図りかねている。これまでオゼル様は外界との接触を断ち、自らの居場所も細心の注意を持って秘密とされてきた。で、次。だが、オゼル様は自らの居場所をある男に伝えるよう。いや、その情報が意図的に流されたものと悟られることなく、その男の耳に届くようにと私に指示を下された。その男の名前はアルバート・ウェスカー。この名前を耳にするのはいつぶりだろうか。一度だけ会ったことがある。もう10年以上前のことだろうか。で、次。人の顔を覚えるのも執事の仕事ではあるが、恥ずかしながら顔をはっきりと思い出すことができない。理由はあの目だ。あの固く湿度の感じられない目が、私の視線を釘付けにし、その他の印象をおぼろげなものにしている。ともかく私はオゼル様の意図通りにことが進むよう、まずはある男に情報を託すことにした。で、次。情報屋とうそぶくケチなチンピラだが、シャレ次第でこちらの意図通りに情報を流してくれるし、何よりもハッタリが効く男だ。そして何よりも重要なのが、ウェスカーの部下であるあの女スパイが情報屋の一人として使っているという事実である。ウェスカーの部下の女スパイ、これエイダさんかな。で、次。あの男、確かリカルドかロベルト、そんな名前だ。に、十分な謝礼と必要最低限の情報を渡しておけば、結果はおのずと望む通りとなるだろう。私は自らの役目を完璧にこなしたと考えている。だが、一番不可解な事態は、その後に訪れた。で、次。オズル様は私に追いとまを出された。どうしてだ？私は初めてオズル様にその意図を問いただした。だが、それに答えてはくださらなかった。それがお供なく挙げられた終焉の合図だった。スペンサー家、そしてオゼル様に仕えることこそが私の人生だった。そしてそれは今静かに幕を閉じた。後に残るのはオゼル様が決して心許しておらぬ SP たちと、地下に閉じ込められたあの者たちだけだ。奴らがオゼル様の満足なお世話をできるとは思えない。まさかオゼル様は自分の指揮を。いや、それはない。オゼル様に限ってそれだけは。道半ばで死を確保される方ではない。で、次。
きっと私などが思いもつかぬ壮大かつ深遠なお考えをお持ちなのだろう。ともかく今オズレ様の意志に従い舞台に降りるのが真の忠義というものだろう。そう思うしかない。で次、もう一つファイルがある。実験に使われた人命のリストのようだ。被験体リスト、ハンス・フェリシア・マルコ、ヨナ・イルマ・ケン・ローラ。で次、ウィリアム・ヒロ・デレク・マイルズ・アレックス・アルバート。でさらに次、以上の13名を第一候補とする。これあれか、ウェスカー計画。あーで、そこは勝手に開く。これちょっと待ってね。と金庫、あこれ勝手に行くな。ほらもう、どうすんの。一旦これ壊して外に何かない。待ってね、こっちってこと。あー敵超来そうこれ。外、こっち、いや行けんぞ。待ってね、こっちはいける。あーでここ通ってこっちじゃない。あ、おし、壊してくれる。よしよし、あなるほどね、そうつながってる。オッケー、やったぞー。はい、よしよし、終わった。これさ、なんか超通れそうじゃない、ジルさん。あと手伸ばせばこれ普通に押せそうじゃない、ガチャンって。こんなんでいいの。さあこっちに来てしまいました。これ開きませんと。なるほど、緩いなこの屋敷、意外と緩い。ただここは怖い。待ってね、フラグ焼夷弾これにして、来ないんだな。ここは来いや。さあ再び合流して、おしでですね、これ拷問部屋か。さあここで開けていく。でクランクか、四角のクランク、おし。さあこれ取って、今んとこの敵が一匹もいないっていう。で次、クランク使おうか。クランク使っていった終わりにする。よし、今回も来ません。さあこっちこっち、クランク使っていいよ。だいぶ平和に進んでる物事か。よし、さあ使いました。で回す。さあグリングリンして、よし。で、離す。あ、そうなるんだ。これは。帰ってこれないやつね。これ、なんか挟んどけよ。おいで。帰れません。これな、誰ここに人骨置いたの、ここに。ほいほいっつって。デコレーションスキル。行こう、この奥。さあチェックポイント、これがその地下ね。あでだいぶ老朽化している。飛び降りる、行こうか。ひどい匂い。うん、拷問キング。あーここはすごいぞ。なんだこれ、こんなか、こんなだった。もはやサイレントヒル、あとサイコブレイクとね。そこになんかいる、なんかいる、なんかいる。判定がない。ネズミもいる、ネズミの夫婦。あ待って、声声した声した。これは生きてる、死んでます。なになに、誰の声。おい、ジル先行くんでねえよな。どこどこ行った、どこ行った。
あ、そっちか。繋がってんのね。なるほど。さあ、スコアアイテム。これ取って。もう、このパートナーがグイグイ行くのマジで怖い。これ開きません。あ、これめっちゃ生きてそう、こいつ。ただ、スコアアイテム。死んどるんか。ここ、攻めえな、ここ。上と裏腹に。さあ、さらにスコアアイテム。調べる。すごいな、これ。何の実験か知らんか。ひどいことをしやがる。あっ、あっ、なに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 。あっ。そこか。人が通ってった。ここで立ち回る？いやー、これ超行きたくねえ。さあ、さらに弾薬。弾薬めっちゃいっぱいいっぱい。これ。ちょ、なんの音ですか？何ですか？なになになに？なんかいるの？あ、そこにいた、そこにいたんだ。ちょっともうやめてよ、このもうアイテム受け渡し中に。どうするべかな。やっぱ、焼夷フラグ。いっか。ゆっくり行こう。あ、ほらもうこういうの来る。え？ここで？よし、待ってね。アパー、えい。これは、こっちない、さすがに。行くで。ジルさん。さあ、足止めして、ちょっとここはバーっと行こうか。はい。あ、で、なんかこういう人もいる。ナイス。どこ行った？消えた。こっち？いや。あ、こっちから来てる。あー、わー、わー、見えねえ見えねえ。あー、目玉がある、でっかい目がある。はい。あ、なんか汁が出るんだ、これ。あっち行った。これこっちじゃない？さあ、カモンして、クイックリロード。あと場所変えて、よし。あ、これまだ来てんの、多分。あー、なこっちから来んの。おい、どけ。おい。どうなってる？どこに行く？たださっきのそっちの奥か。奥じゃない？ということは、一旦魔法ここで。冷静になって。こっちだ。で、巻いたら、こっからこうジャンプして、あー、二人いるんか、これ。なるほどね。ブラザーか。仲良し。行こう。さあ、ここで、こっちかな。アイテム、これなんかあんの？いや、パッと見ないぞ。あ、ただこれ、戻っちゃうとあれじゃない？特に何もない。あ、こっちか。さあ、ここで、行くんだ。ジャンプ。よし。あー、たるか、くっそ、ん？何すんのこれ。何をするんですか？鍵、はい、鍵いる、はい。援護すんの？おい。あ、これ倒すのかな？もしかして。さあ、こっち来たよ。そっち行ったな。お宝。これどうすんの？あー、こっち行く、こっち行く。なるほどね。さあ、ここはフラグにして。あー、ここいます。はい、はい、フラグどう？これ当たってんじゃね？あ、まずいな、こっち来る。さあ、飛び降りて、よし、もう一周行こう。危ない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 。往復、こっち来い。はい。さあ、逃げて。これか、地下で飼ってるなんか実験の生命体ってのは。よし、どう見てもそれが弱点。危ない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 やで。よし。さあ、降りました。リロードして、一度助けて。落ち、
まあただこうずっとぐるぐるしてれば大丈夫なんでね、あんまり怖くはないな。ただそっちの弾丸か、問題は。あ、多分これ一匹いったかな。あ、まずい。あなんかこれ捕まると終わりなの。あ、そうなんだ、なるほどね。余裕こいてるとこうなりますと。捕まったら終わりか。いや、これ申し訳ない。さあリベンジ、こっからか。これこっからどうすんの。強力ジャンプなんかあるんか。待ってね、そこに樽あって、いいなそれ、上超行きてえな。なんかある、鍵でしょ。あ、間違えた、ごめんねごめんね。ああ来なくていい、来なくていい、すまんすまんすまん。これやれるんかな、もしかして。よし、さあ回避して、待ってね、倒すんでしょ多分。あ、なるほど、クランクか、ここにクランクがあったのね。なるほどね。さあ一旦飛び降りて、で強力ジャンプこれして、でクランクを回しに行く、行こう。よし、さあバーッと行って、つまりこれ倒せないんか、全くの無駄か。よし、あ、間違えた、またやってしまった。お、あ、すぐ来た。よし、これで頼む頼む頼む。よし、さあこれで極者の鍵。あ、待って、やっちまったこれ。ね、来てから行こう。そう、2人来る、2人おいで。さあ飛び降りて、まあ、逆言えばあっちも安全地帯。あー、そこ2匹いったな。あ、これまずったな。そこにいる、まずったな。ね、これ使っていくか。いっちゃえばいいんじゃない、これもしかして。どう？よし。さあ、チェックポイントでどうなる？あ、来ましたね。どういう仕組みかわからん。来たな、こっち。さあ、ジャンプ。ワープした。あー、そこにもなんかあるし、これも強力か。あ、でここね、なるほど。さあ飛び降りて、さっきと同じか、一旦ここにこう呼んで、こちらで来てる来てる、あー来てるんだな。はい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 、ジャンプ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 、はい、飛ぶがいい。で何、金のクレスト、はい。あー近いで、金のクレスト取りました。で次、よし、アニオが上手。とここで、これ何、でさ、銀のクレスト取りました。ほんで、あ、ではめていくんか。さあどこにいる、よし、こっち来てる。でこれはめて、よし、あ、2つ、よし、どう、何か外れる音がした。はいはいはい、開けよう。自ら浮いてきた。Try to find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Copy that. Watch your back. さあこれですっからか、なぜ落とした、あのタイミングというか、あの中でどうやったら全部落とせんのこれ。マジか。でやってきたの迷路。さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。でよかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回バイオハザード5でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。